止めるの忘れてた。はい、皆さんおはようございます。バーバラアスカです。ちょっとお待ちくださいね。はい、すいません、ちょっとお待たせいたしてしまいました。今日もですね、朝の放送を始めたいと思います。今日はですね、割とあ、ちょっと待ってください。はい、すいません、エイペックもですね、無事終わり、最後まで私、エイペックの、なんだ、なんか偉い人が集まる以上の、ことが、なんていうんですか、エイペックで何やってるのかとかいうのはよく分かりませんでしたけれども、なんか昨日もね、私横浜の方で行われていたんですけれども、なんていうんですか、迎賓館、昨日私東京ビッグサイトで同時に即売会行って、サークル参加してきたわけですけれども、横浜でやってるんですけど、迎賓館のあたりの物々しさって言ったらなかったですね。多分なんていうんですかね、迎賓館とかあの辺になんか偉い人が泊まっているのか、それともあの辺になんかでかい大使館があるのかよく分かりませんけど、もうはっきり言って私にとっては世界は分からないことだらけであります。もうね、評論家さんとかそういったご商売の人というのはもう世界のすべてを知ってるかのような顔をしなきゃいけない的な、なんていうんですか、要請があるんですけれども、もう私はね、もう絶対評論家は無理という風に自分では思ってますので、まあね、世界のことをよく知らない作家として今後は生きていこうかと思っております。でも別にどう世界のすべてをね知らなくても物は語れますし、十分生きてはいけますので、別に私的には何の不自由もないということで、まあ政治家になりたいとか言い出しちゃうとね、まあ別なんでしょうけれども、なんかでも朝のラジオを聞いてましたら、横浜の方はですね、なんていうの、飲食店のね、すごいなんていうか、お客さんがとにかく来ないと、まあ確かにね、その辺うろちょろしてればいちいち不審尋問とかネチネチ受けたり、なんかそういうのだと、もうあそこの辺行くのやめるかとかいう話にやっぱりなりますよね。会場はどこだったんですかね、パシフィコ横浜だったんですかね。横浜の辺の大きい会場というと、あの辺しか私知らないんですけれども、なんか飲食店の営業の、なんていうか、売り上げがすごく下がって、すごい大変だったっていう、もうやっと終わったか的な、地元はね、そういう雰囲気で、なんていうかね、地元は単に迷惑だっただけみたいな雰囲気なんですけど、実際のところはどうなんでしょうね。まあそういうわけで、APEC も終わり、なんか、なんだっけ、フルネームが未だに言えません。なんか偉い首脳の人たちが集まって何かする会議というのは、しておりますけれども、まあ APEC も終わりまして、なんですか、YouTube、流出事件、なんだっけ、中国漁船の YouTube、流出事件も、まあ、起訴されるんだかされないんだか、まあ、そのあたりの話がね、ぼちぼち出てきておりますけれども、私の周囲は、そういうのとは関係なく大変平和でございます。皆さんの周りはいかがでしょうか。というわけで、今日もですね、今日の朝のテーマは、ブックマークは世界であるというお話をしたいと思います。はい、ブックマークは世界であるというお話はですね、実は私前から考えていたお話で、もしかしてね、他の方がおっしゃってるかもしれませんが、ね、偶然の一致なんていうのはいくらでもあるんで、まあそれよりは構わずお話しますけれども、この話はちょっと昨日ね、車を運転しながら、運転ラジオということで、ほら、普通さ、運転しながらラジオ聞いたりするじゃない？その逆で、運転してる人が、自分で喋るという、ね、ことで運転ラジオということで、今後ね、車を運転しながら喋ることを運転ラジオという番組名をつけようと思っているんですけども、昨日運転しながらね、ちょっとつらつらと、考えたこと
考えたことっていうか前から考えてることをまあ言ったお話ししたわけですけれども、運転しながらのお話ってね、あんまりこう脈絡とか物深く考えられなかったりするんで、普段から考えてたこととか前から思ってたことというのがベラベラと口をついて出るものなのだなというふうに昨日は思いました。ですね、昨日、まあ、お話ししたことと同じ話になります。でもまあ朝の放送の方がね、皆さん見ていただけるようなので、あのちょっとこれは喋っておきたいなと思いますので、昨日と同じお話をいたします。なんていうのかな、インターネットっていうのは最初は情報を得るための、なんていうのかな、情報を得るためのツールだったわけですよね。すいません、ちょっとお茶を取ってきていいですか。ちょっとお待ちください。すいません、マイクを2回も落っことしてしまいました。なんか私履いてるのが今ソフトバンクのお父さんスリッパなんですけれども、お父さんスリッパはいろんなものが引っかかりますね。すいません。それでインターネットですよ。インターネットというのは、インターネットというのは最初はなんていうのかな、私たちにね、情報を与えてくれるツールとして、登場したわけです。まあ今でもそうですけどね。その情報を与えてくれるというツールだったんですけれども、なんていうのかな。当然インターネットというのは、いわゆる、こういう言い方していいのかわからないけど、双方向的な、インタラクティブっていうの？双方向的なことができるということで、今までのメディアは基本的にね、まあ、キャプテンシステムなどというものもございましたけれども、双方向なものっていうのはなかったわけですよ。基本的に今でもそうですけど、まあ、テレビとか新聞とかというのは向こうからもらう、向こうからもらうというものだったわけですね。で、まあ、テレビも最近ではね、データ放送とかいろいろあって、投票とかもできるようになって、だんだん、なんていうか、インターネットみたいなインタラクティブっていうの、双方向的なメディアになりつつありますけれども、インターネットが出現する前は、基本的にメディアは、まあ、雑誌もそう、本もそうですけども、基本的に一方向のものだったわけです。で、なんていうのかな。で、インターネットが登場して、で、最初はインターネットは他のメディアと同じように、やっぱり一方向のもの、一方向のもので、向こうからホームページで情報を見るというだけだったんですけれども、だん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 、例えば、もう私が記憶に最初にあるのは、やっぱり掲示板とチャットですよね。なんていうのかな、掲示板とチャットで、それでこう交流がね、できるようになったわけです。で、実際、私たちが生きてる上で、自分が所属するコミュニティってあるじゃないですか。
いろいろありますよね。学校とかさ、職場とかもそうだし、習い事なども、ああいうのは全部コミュニティですよね。そういったコミュニティというのはですね、実は自分で完全に選ぶことはできなかったわけですよ。例えば、小学校というコミュニティは多分に住んでるところに、左右されるわけです。で、小学生は当然自分で住むところを選べませんので、今住んでるところの小学校のコミュニティというのに、所属するしかない。で、なんていうのかな、例えばその他に、例えば高校とかになりますと、今度は例えば自分がもっといい高校に行きたいと言い出しても、自分の学力というね、限界がありまして、あまり学力がない人は、学力の、自分相応の、高校のコミュニティに所属するしかない。で、会社もそうで、あの会社行きたい、この会社行きたいと言っても、なんていうんですか、望んだ会社に入れるとは限らないわけで、そういう意味ではですね、なんていうか、完全に自分で会社というコミュニティも選ぶことができないというふうにね、自分がリアル社会で所属するコミュニティというのは、実はインターネットまではほとんど選べなかったわけであります。なんていうのかな、それ以前にね、もちろんパソコン通信というのはあったわけですけれども、なんていうのかな、パソコン通信というのは実は私がの印象ですけども、ちょっとまた入りにくい敷居というのもありましたし、まず何よりも募集団が少なかったわけですね。やってない人も意外に多かったわけであります。だけどさて、インターネットが普及してまいりますと、なんていうのかな、インターネットの、インターネットはだから最初に言いました通り、最初はさ、情報を得るためだけの、ツールといいますか、情報を得るためだけ、情報を得るためのものだったわけですけれども、だんだんなんかいろいろ掲示板とかさ、チャットとか、もっといろいろな機能が増えてくると、今はソーシャルコミュニティというのがありますよね。で、2チャンネルというのもある。で、自分でね、自分の所属するコミュニティを完全に選べるっていうのが、インターネットの特徴、インターネットの特徴だと思います。で、こう気軽にね、自分で情報チョイスもできますし、で情報チョイスしたらさ、このホームページは気に入った、だからブックマークをする。で、この掲示板は気に入った、だからブックマークをする。で、そういうふうにね、自分の所属するコミュニティであるとか、自分が見たい情報であるとか、自分の好みの、ニュースを載せてるニュースサイトであるとか、そういったのをですね、どん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 ブックマークして、なんていうんですかね、自分なりに好きな簡単にアクセスできるよう、皆さんも私もですけど、工夫をしているわけであります。私なんかはね、インターネット、流行る前から、仕事とかでね、使っていたわけなので、ブックマークは、ブックマークね、私その当時からあるかわかんないけど、少なくとも十何年ぐらいはブックマークを保存しております。なんていうのかな、ある程度ブックマークってどん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 増えちゃったりするじゃないですか。で、ある程度溜まりすぎたら、もう、まとめてフォルダーに入れて、何年何月とかいうフォルダーにまとめて突っ込んで、で、また一からブックマークを作り直すみたいな、そういうことを繰り返し繰り返しやっているわけですけど、昔のブックマークの、フォルダを見ると、ああ、この頃はこういうことを考えていたのかなどと、そういったね、頭の中、
要するに、ブックマークを切っている、ホームページを見れば、当時の私のあな私が何に興味を持っててどういうことをしたかったのかというのがダダ漏れというわけなんですけれども、そういうわけ でブック、まあ、さっき、言いましたけど、まあ、ブックマークというのは自分の好みの情報、好みのコミュニティで、とにかく自分の好みでネットを例えば、現実社会は、まあ、当然思うようにはならないわけですよ。あそこにあのコミュニティに所属したいと思っても所属できなかったり、まあ、もちろんね、自分が選んだコミュニティに所属できる場合もあるしできない場合もある。だからやっぱり現実っていうのはやっぱり思うままにならないものなんでありますけれども、ネットはそれに比べればネットを世界と見なすとですね、かなり自分の思うままにデザインできるというのがネットというネット、特にインターネットのね特徴であります。でそれでさ、この例えばブックマークというのはその人の、ネット世界の地図、つまり、ここブックなんていうのかな、ブックマークというのはその人のネットの地図であり世界なわけであります。世界っていうかね、自分の希望する世界を反映したものと言えばいいのかな、そういったものであります。それはそうでしょ、自分の好みのニュースが載ってるニュースサイト、自分の好みのコミュニティ、自分がよく行く、ホームページであるとかの集合体が、まあ、ブックマークなわけですから、そのブックマークはその人のネット世界そのものとも言えます。でさ、攻殻機動隊の草薙の最後のセリフ、最後のっていうか一巻最後のねセリフじゃないですけども、ネットというのは大変広大なわけなんですね。で、昨日もお話ししましたけれども、例えば、新聞っていう情報源がありますね。で、新聞っていう情報源は、なんていうのかな、もうとりあえず中の細かい記事は読まなくてもとりあえずやっぱり一面は読むわけですよね。それは新聞社がこれは一番大事だと判断したニュースが当然一面に載るわけですけれども、それはチョイスするのは自分じゃないわけで、なんていうのかな、ランダムにね、情報を得させられるわけで、なんていうのかな、そういう意味では自分の意思じゃなくて新聞社の意思というのに多少は左右されるわけでありますけれども、まあ、やっぱりいろいろなニュースを新聞社は載せるので、やっぱり自分が選ばない新聞社のチョイスでね、ランダムに、一面というニュースを読まされるわけであります。別にそれはいい悪いというのはまあ別の問題でね。でネットというのは逆に、私今ねラジオとネットしか情報源がないので、ラジオはラジオ局が選んだ情報がね来るわけで、それは私が選んだものではないのでね、自分の意思とは違うまた別の世界の人が選んだ重要な出来事というのが入るわけで、そこには私の意思が入っておりません。でそれで逆に世界の広がりが分かるわけであります。まあ、新聞の一面、新聞もそう、ラジオもそう、自分が選んでチョイスしてないから、ああ世界には自分の知らないこんなことがあるんだ、あんなことがあるんだといって世界の広さをおぼろげにも分かることができる。でネットですよ、ネットはそれに対して、自分で情報を選ぶことができるんです。取り入れる情報を取捨選択することができる。で、それはいい面ももちろんあります。だって、自分が知りたい情報だけ、自分が興味ある情報だけというのをなんていうんだかな、取り入れることができて大変効率はいいんですね。で、効率はいいんだけれども、
例えばやっぱり良くない点が2つ思い浮かぶわけであります。まずは世界のさっき言ったね、世界の広がりが分かりにくくなるということで、もう一つはネットの世界、つまりさっき言ったように本当は自分のブックマークというのは広大なネットの世界での自分が気に入った内容に自分が編集したものなわけであります。でそれって世界とは別物なんですよ。世の中の出来事の膨大な情報、世の中の膨大な情報を自分用にチョイスしたいわゆるカスタム版なわけですね。でそういうカスタム版なんだけども非常にねこれね例えばカスタム版でも、ネットの一部には違いないので、人と交流もできるし同じような考えの人が集まるし、なんていうのかな、ネット世界の一部であることは間違いない。ただそれは自分用にカスタムされたのがブックマークに現れているネットの世界なのであります。で、それをねネットそのものだ、もしくはネット世界ではこうなっているというふうにね、なんていうのかな、自分の好きに選んだ、ブックマークに現れているネットの世界がネットの世界ではこうだというふうについ勘違いしやすいという2つ目の欠点があるわけであります。はい、それは2の1、さっき言った1の欠点、なんていうのかな、世界ネットだと世界の広さを情報の広さというのを感じに、ネットという情報源からは世界の広さ、情報の広さというのを感じにくいということと、さっき言った2つ目の欠点、いわゆるブックマークに現れているネットの世界をネットの世界の主流だメジャーだというふうに思い込みやすいというね、この2つの欠点はまあお分かりの通りかなりリンクしておりまして、一つの物事をちょっと見方変えただけっていうところなんですけれども、内田達先生は教育というサービスって言っていいのかな、教育という事柄は教育という事柄の肝にあるのはその今受けている教育の意味が分かるのは教育が終わった後であるというね、ということをこうおっしゃっています。でそれはもう当たり前なんですよね。教育という、サービスって言っちゃうのは嫌なんですけど、多分サービス業になるんでしょう。教育というサービスについては、教育が始まるときは、それが教育であるということを意識しないのが普通というふうに、なんていうのかな、教育というのは意識しないというのをね、いうことらしいです。てか教育しない、教育というサービスを受けているときはこれが教育の始まりですというのは意識しないのが普通です。それはわかりますよ。大人になってからカルチャースクールに通うとか言うんだったら話は別ですけれども、子供が例えば国語っていうか母国語を習うときね、どこの国の子供も同じです。ここは日本なので日本の話しますと、赤ちゃんが日本語を喋れるようになるのは赤ちゃんの時にさ、親からの言葉とか周りの喋ってることとかそういうのをシャワーのように洪水に浴び、シャワーのように浴びて、その言葉の洪水の中で脳みそがね、どういう風な仕組みか分かりませんけれども、教育、耳とか目とかそういうのから、情報を得て、である日こう爆発点を超えるとパパとかママとかいう感動的な、瞬間が訪れるわけなんですけれども、
だからいつ教育特にだから言葉の場合はいつ教育が始まったかわからなくて、気がついたら教育というプロセスにポンと放り込まれていると、それが、教育というものの本質だそうです。だまあそれは実感的にわかりますよ。で実際に小学生がひらがなを小学校1年で小学校に入ってきた子がひらがなを学ぶことにどういう意味があるんですかと言い出したら教育は成り立たなくなるわけですよね。だってこれこれこういう風だからひらがなを学ぶ意味があるんだよと仮に教師が正確に、説明したとして、それを1年生が理解できるかどうかもわからないし、仮に理解できなかったら僕はわからないからひらがなを学ぶ意味はないと思います以上って言ったら大変気の毒なことになるのは今の彼ではなくて将来の彼なわけです。なので教育というシステムをですね、教育というサービスかな、システムかな、それを教育を受ける側の人間がいいだの悪いだの悪いからやらないとかそういうことを言い出すのは未来の私から見ると大変背中かゆい大変愚な良くない行動であったりするわけなんですけれども、本書籍に教育という側面があるようにネットも情報を得る以上例えば教育サービスというふうに見なすこともできる。で、そこでやっぱりちょっと心配になっちゃうのが、ブックマーク、つまり、ネットの世界の問題ですよ。で、気に入ったとこだけをブックマークして、これがネットの世界と俺の、ブックマークというか俺のネットの世界ですよね。ブックマークは世界ですから、ネットではね、世界の地図ですよ。で、これは世界の一部なんだ、俺向けにチョイスされ、俺向けにカスタムされた俺のものなんだというふうに、はっきり分かっている場合は何の問題もありませんけれども、これはこのなんていうのかな、サンプル検査ってあるじゃないですか。で、例えばサンプルを検査するときにサンプルをランダムに取るから、これはサンプルで全部全数検査じゃないけれども、ランダムに取っていてこの全部に問題がないから、この作られている製品全部問題ないだろうということをよくね、なんていうか、ものを作る業界ではやりますけれども、それはランダムに取っているからこのランダムのサンプルはこの製品全体をの代表であるっていうふうに言えるわけなんですけれども、そのサンプルの取り方がランダムでもしなかったら、ランダムでなかったらそれは検査として全体の像を示すものにはならないですよね。それは当然誰でもわかる。なんていうのかな、ケーキ、例えばケーキというものを把握するときにいろんなケーキの場所から取れば、なるほど、ケーキというのは、クリームとスポンジケーキと上に乗っかったいちごとそういうもんでできているんだなというふうにわかりますけれども、ケーキもサンプルをクリームのところばっかり取るとなるほどケーキというのはクリームの塊なのかと、そういうふうにまあ誤解してしまうわけであります。まあ、それと同じようにネットというのはですね、ブックマークという機能、これはすごく便利なんですけれども、ブックマークという機能があるがゆえに、ネットのサンプルというのは、なんていうのかな、最初誰でも始めた時は
ネットというのを探検するためにいろいろな場所に行く。で、だんだん慣れてくると自分の行きたい場所を自分でね、選ぶようになる。で、選ぶようになると、自分の好きなところブックマークで直で飛べるようになりますので、だんだん世界はこの自分の世界というか、ネットのという世界は自分のブックマークという、ブックマークの中にある世界がネットそのもので、ネットそのものであるというふうにすごくね、勘違いをしやすい状況になります。で、だからなんていうのかな、それにはすごく私たちは気をつけなければならない。自分のブックマークの中でね、例えば A という主張がなされている。で、その A という主張をね、支持する人は、例えば A という主張を支持するホームページばかりをブックマークするやっぱり傾向にどうしてもなりますよね。で、もしくは A という主張に興味のある人は A という主張に賛成するところで、もしくは反対するところもブックマークするかもしれません。でも彼のブックマークは A という主張についてのことばかりになるので、かなり心を冷静に保たないと、 A という主張は世界中で言われているというふうに非常に誤解しやすい、ツールなわけであります。そこに本当に気をつけて使わないと、ネットというのはね、世の中をすごく世の中を映す鏡ではなくなってしまう。別に世の中を映す鏡でなくてもいいんですよ。だから自分の好きな情報だけをチョイスできるというのは大変サービスとしては素晴らしいもので、だからインターネットはね、どん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 少なくとも今ネットなしの生活というのは信じられま、私もネットなしというの生活はちょっと考えられませんので、なんていうか、サービスとしては大変素晴らしいとは思います。ただ非常に心を冷静に保たないと、やっぱり世界というものを歪めて認識してしまうという危険もすごくはらんだツールだと思います。だからあんまりね、小学生のうちからネットをバンバン使わせるっていうのは私は実は大反対なんですよ。多分これはネットをやってる大人の人たちは結構ネットにお詳しい方は賛同してくれると思います。あまりにもね、都合のいい世界を構築簡単にできちゃうんですよ。現実はそうじゃないじゃないですか。別に私はね、苦労することが大事とかそういうことは別に言うつもりはない。まあもちろん苦労はした方が人間的成長はあるのかもしれませんけど、別に苦労しろと、進んで苦労しろとかそういうことはね、ドラえもんの苦労味噌を舐めろとかそういうことは言いません。そうじゃなくて、ちょっと自分が得てるネット情報というのはちょっと一歩引いてみないと、これが世界のサンプルなんだという、なんていうのかな、自分のブックマークの世界がネットの地図のすべてであるというふうに勘違いをするということから逃れるのはかなり冷静になっていないと難しい。だからぜひなんていうのかな、そういうことがね、あなたの選んでいるブックマークはネットそのものではない、ネットをあなた向けにカスタマイズしたものなんだということをですね、きちんとそういうことが理解できるようになるまで、インターネットそんな使わしちゃっていいのかなというふうに思っちゃったりします。特にさっき言ったね、新聞とか雑誌とかそういうのは自分の基準で記事とかねが掲載されているわけではないので、いつも愛読してる雑誌でもなんていうのかな、自分の知らない
ことが載ったり、自分の興味のないことが載ったりする。でそれで世界っていうのは広がっていくんだと思うんですよ。まあ世間をね、あのお店をプラプラ歩いていても自分の興味のない商品とかがある、でも目には入るわけですね。だからああ世界は自分の知らないものもあるし、自分の知らないものもまだまだたくさんあるんだなというのを認識することはできる。で何かの拍子にそれに興味が出るかもしれない。で世界というのはね、だんだんその人にとって広がっていくわけなんですけれども、さっき言った教育の話ではないですけれども、最初から全ての情報を自分が興味のあること、自分が分かることという基準でどん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 チョイスしていくとですね、世界というものを歪めてっていうか、世界というものを自分の都合のよくあまりにもデザインできすぎると、あとあと大変なことに、その人にとってもね、周りの人にとっても大変なことになっちゃうんじゃないかなというふうに思ったりするわけであります。だからなんていうのかな、さっき言ったように例えば A という人がいたとします。で A という人が嫌いな人、じゃあ B という、さっき A で例え出したから B で今度言いますけども、 B という人がいたとして、で B という人のことを好きな人は、B という人を好きな、要するにファンページですよね、ファンのページばっかりブックマークするから、 A という人は世界中で好かれているというふうに思うようにだんだんなりがちです。で A、B という人のことを嫌いな人は B という人のことを嫌いなホームページ、B の悪口を言っているであるとか、 B の悪口を言っている2ちゃんのスレであるとか、そういったものばかり、ブックマークすると、B はネットの世界ではものすごく嫌われ者であるというふうに勘違いしやすい。で実際には賛否両論という言葉通り、物事には裏と表があって、まあそのどっちも矛盾せず本当であることっていうのも結構あるわけですよ。だけどネットというツールは、気をつけないと物事の片面ばかり見やすくなる。非常に情報とか得たりね、物調べたりするのにはすごく便利なツールなんですけれども、ブックマークというものはですね、これはかなり画期的な概念というか画期的なものだと私も本当に思うんですけれども、すぐにその情報にパッとアクセスできちゃうので、例えば新聞だったら階層をたどっていかなきゃいけないわけじゃないですか。新聞で真ん中あたりの、なんていうのかな、例えば書評欄を見たかったら1ページ目からだいたいこうパラパラやっぱりめくることになりますよね。そうすると他の情報もいろいろ入ってくる。だから関係ない情報を入れるっていうことは世界の広がりを感じるためにすごく大事だと思うのですけども、ネットだと直接欲しい情報にポーンとアクセスできちゃう。それは Google も同じですよね。ググって調べるとすごく Google 便利ですごくいいんですけれども、思う情報に的確にヒットしちゃうと的確すぎて関係ない情報を入れる。関係ない情報というのは実はここは大事でして、世界の広がりを知るには関係ない情報を得て、なんかわからんけど世界はこういう僕に興味のない情報もあるのだなと思うだけでもだいぶ違うんですけれども、まあそういったようにですね、世界の広がりをすごく感じにくい、まかり間違えればというか、なんていうのかな、まかり間違えなくても世界はこういう自分の思うようにできているという人を下手すると育てかねない、ちょっとある意味ね危険なツールである。危険なツールだから使うなって言ってるんじゃないですよ。ネット、私ネットないと死んじゃいますからね、ユーストリームもできないし、危険なツールだから使うなと言ってるのではなく、危険なだから薬みたいなもんで、使いようによっては大変良くない結果も招くということを意識して使うべきだと私は思うわけであります。
なのにね、意外にね、小学校の先生とかね、すっごい気軽にネット使わすんですよね。まあ、それは文部省が推奨してるのかもしれないけど、まあ、これからはネット時代だっていうのもよくわかりますし、ね、コンピューターの一つも使えなきゃっていうのはわかるんですけど、こんなにね、なんていうか、劇物みたいな、ツールですよ。便利だけど、すごく、危険な、もう独りよがりな人間をものすごく製造しやすいんですよね。コミュニティどんどん選べますから、嫌になったら離脱すればいいし、なんていうか、気に入れば所属すればいい、所属、コミュニティに所属するのもすごく簡単だしね、下手すると誰の許可もいらないしさ、ホームページブックマークするだけとか、それでもう世界をデザインできちゃう、もう自分の世界を構築するっていうのは結構現実では骨の折れる作業だったりするわけなんですけれども、ネットだとあまりにも簡単に自分の好みの世界を構築できちゃうので、すごく子供の頃から使わす、あんまりヘビーに使わすのはすごく危険なツールだと思っているんですけれども、どうでしょう、皆さんのねご意見等あればお伺いしたく思いますけれども、まあすいません、私あまり人の意見聞かない人なので、ご意見はお伺いしても、それで改心するということはすいませんほぼないと思います。逆に人に改心することも私勧めませんしね、皆さんは皆さんの好きに生きればよろしいわけで、私は私の好きに生きますということで、ただネットというのは劇物だっていうことを分かって使うのと分かんなくて使うっていうのは、これはもうものすごく差が出ると思います。私はなので我が家ではインターネット使わすのは、まあ、高校か大学入ってからと思ってるんですけども、あんまり学校でね使うことを推奨しちゃうとね、なんていうのかな、それはそれでちょっと困るわけです。ちょっと今話したことをね小学生に理解させることが、小学生とか中学生にちょっときちんと理解させることができるかっていうのは、ちょっと私自分の弁舌に自信がありません。人間っていうのはいくら説明されても結構都合のいいことしかやっぱり受け取りたがらないという傾向はありますので、特にちょっとね子供だといろいろ分別のないこともありますから、まあ、ただ考え方はいろいろあって、インターネットはそういう使いようによっては教育上大変危険なツールなんだよということをよくよく言い聞かせて使うという手もあるはありますけれども、まあそこは人それぞれですね。割とでもネットに詳しい人はあんまり子供の頃から使わせない方がいいということは割と皆さんおっしゃっています。まあ、そういうわけでですね、特に私たちはもうだいたいこれを見ている人は、だいたいこんな時間に家にいるというのは大人以外考えられないわけで、大人はですねそういうふうにネットはですね非常に自分に都合のいい世界を簡単に構築できるので、そこに溺れないようにしようというのはね、やっぱり子供では、私たち子供ではないので、大人なのですから、そのあたりはねきっちり意識して、使っていきましょうよということでですね、今日の朝の放送を終わらせたいと思います。そういうわけで、今日は月曜ですね、はい、明日火曜日にですね、午後の、午後の4時16時からですね、予定では11時半まで、7時間半、まあ、休憩入れたら7時間ぐらい、ユーストリームスタジオ渋谷の方からですね、明日生放送いたしますので、お時間ある方はね、まあ、別に、まあ、4時からっていうのはもうお仕事ある方はかなり難しいでしょうけれども、夜の11時までやっておりますので、まあ、一瞬でも見に来ていただければ大変嬉しいです。明日はゲストの方をね、また何人かお招きして、またいろいろお話などをさせていただきますので、多分面白い話ができると思います。いつも一人でねペラペラと喋っているので、明日はね相方付きでお話しさせていただこうと思います。そういうわけで、明日、午後の4時からぜひぜひご覧のチャンネルをねまた見ていただけると大変嬉しいです。夜ずっとやってますので、夜ご飯食べながらでも結構です。
iPhone でもね見れますので、出先からでもぜひ見てください。そういうわけで今日の放送を終わらせたいと思います。お相手は作家編集者のバーバラ飛鳥でした。明日も8時半から配信、あ、大丈夫だよね、明日も8時半から朝配信いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。